こんばんは。今回の動画は学びたいと教えたいをつなぐユーデミーの提供です。ユーデミーっていうのは講座買い切り型のオンライン学習プラットフォームなんですけど、今回ね案件をいただいたのでユーデミーの講座を受けて超高クオリティのモデルを作ることができるのか挑戦してみようかなと思います。オンライン講座っていうとプログラミングのイメージが強いかもしれないんですけど、かなりねいろんな分野の講座があって、もちろん 3CG 分野のものもたくさんあるので、ブレンダーのねガチガチのモデルを作る講座を受けます。でさらにね、作ったモデルをいつも使ってるユニティじゃなくて、お手軽にね綺麗に映像美を作れるイメージがあるので、アンリアルエンジンの方に持って行ってみたいと思います。ただアンリアルエンジンの知識もゼロなので、こちらもね講座を受けて知識を得ようと思います。ということでやっていきたいと思います。まずはこちらの講座、 3D フィメールアーマードアサシンインブレンダーコース、こちらを受けます。この講座はね約29時間の講座になってて、このねモデルを作ることが目標なんですけど、プロの 3D キャラクターアーティストが実際にねこのモデルを作っていく様子をリアルタイムで見ることができました。そのね作っていく過程でブレンダーのコツとかチップス、あとね人間のね人体構造とか解剖学的な観点から、まあ、こうした方がいいみたいな説明をしてくれたので、結構ね新しい知識が増えました。例えばね頭の部分では鼻と顎をかなり前に出して、耳と顎の中間から首を生やすことで美しくなるみたいな、そういうね感覚的な部分をつどつど絵を描いて分かりやすく説明してくれてます。こういう知識がねなかなかネットで調べてるだけだと出会えないので、そういうところがねお金を払って講座を買ってプロの話を聞くことのメリットの一つだと思います。ただね今回のモデルかなり難易度高くてめちゃくちゃ苦戦しました。毎日10時間ぐらい作業をして1週間ぐらいで作ったって感じです。今回はね主にスカルプトって言って、粘土をねこねたり削ったりしてモデルを作っていくようなイメージのモデリングの仕方をしてるんですけど、その技術はかなり上がりました。で今回僕が作ったモデルがこちら。かなり苦戦したんですけど、結構ねいい感じにできました。まあところどころ再現できてない部分はあるんですけど、全体の見た目はかなりね似た感じにできて、これはね絶対に講座を受けないと作れなかったですね。これをブレンダー内でレンダリングした画像がこちら。体の部分がかなり綺麗にできましたね。特にね右側の画像のラインがめちゃくちゃ美しくて気に入ってます。まあただ顔がマジで難しくて同じ見た目にできなかったです。参考と並べてみるとこんな感じ。ということでこのモデルを次はねアンリアルエンジンの方にインポートしてみたいと思います。その前にアンリアルエンジンのね知識を得るために2つ講座を受けるんですけど、まずはこちらアンリアルエンジン5ザコンプリートビギナーズコース。この講座も英語なんですけど、字幕にね日本語がついてるので難なく受けることができました。デモゲームを作りながら必要な部分を説明してくれてるんですけど、まあ、ただこうするああするっていう真似していくだけじゃなくて、なんでこうするのかとか、これがどういう意味なのかみたいな、その機能の意味や詳細までちゃんと教えてくれるので、しっかりした知識として身につきました。この講座もね10時間という結構ボリューミーな講座になってて、アンリアルエンジンの操作説明から UI を含めたねゲームの完成まで一通り説明してくれるので、ゲームを作る際の知識が増えてかなりね幅広い人にお勧めできると思います。でこの講座で実際に作ったデモのゲームがこちら。一人称視点で動いて、これね今浮かんでるオーブを何個か集めて一番奥にあるね扉を開けてゴールするっていう感じです。でそれまでにねこんな風に落ちたらゲームオーバーだとか、火のねこの火の火柱に当たってダメージ食らうとか、そういう実装をしていきました。であとね途中ねこうやって上下に移動する床だとか、この BGM がね切り替わったり、動く敵とかね、こういうのを作って、学んでいったっていう感じです。アンリアルエンジンのね基礎的な部分が分かってきました。ただこの講座は映像を作ることに趣旨を置いてないので、最後にね映像を作ることに趣旨を置いたこちらの講座、アンリアルエンジン5初心者の方へシネマチックな映像制作コース、こちらを受けます。この講座は映像制作のためにアンリアルエンジンを使っています。なので操作方法はねもちろんなんですけど、ライティングとか付き合いの作り方、あとねカメラ設定とか、どうすれば映像が映えるのかっていうところの基礎を教えてくれます。この講座は3時間ぐらいで、1日でもね受け切ることができました。複数のカメラのアニメーションとか、切り替えとかね、そういうところも説明してくれてるので、映像をね作りたい人におすすめです。そしてこの講座で作った映像がこちら。太陽の光がめっちゃ綺麗で、いい感じにねボケも入ってすごい映画っぽい映像が作れました。一つ一つのカメラの焦点距離とかね、あとは手ブレを加えたりとかもできて、すごい作ってて面白かったです。
ということで、今回学んだことを参考に、自分のね、モデルもインポートして、カメラで撮影してみたいと思います。どうですかね。まあちょっと色合いがね、難しかったんですけど、背景がぼっていい感じだし、モデルのね、形状をうまく表現できたので、かなり満足しました。どうだったでしょうか。今回はね、高クオリティのモデル制作と知識ゼロからね、アンリアルエンジンの使い方を学ぶために、講座を受けてみたんですけど、効率よくね、知識を得ることができました。今回は英語の講座を選んでるんですけど、ブレンダーやね、アンリアルエンジンなどは日本語のね、講座とか、初心者向けの講座もたくさんあるので、ぜひね、興味がある講座を探してみてください。ユーデミーなんですけど、8月22日から8月31日までビッグセールをするみたいで、1講座ね、1200円から購入が出てて、セール期間はコスパよく学べるかと思います。自分のね、スキルアップしたい分野の講座探してみて、もしね、気になるものがあったら受講してみてはいかがでしょうか。あとね、講座を終了した方限定で Amazon ギフト券が当たるキャンペーンもやってるみたいなので、そちらもね、コメント欄に固定してるので確認してみてください。では、ご視聴ありがとうございました。